ましたか？私のこと気遣ってくれてありがとうございます、パパ。でも、そのことなら心配いりませんです。ママだっていますし。パパとママが出かけてる間は、皆さんがよく相手してくれます。キリト君、そんな簡単に納得しない。ママ？ユイちゃんならキリト君に心配かけないようにするってわかるでしょ？私はそんな寂しい思いなんかしていないですから。パパとママにはアインクラッドを攻略するって大事なお仕事があるんですし。ほらもう、ユイちゃんってば遠慮しすぎ。そうだキリト君、今日時間ある？久しぶりにゆいちゃんと一緒に街をブラブラしない？ゆいちゃんだってずっと宿屋にいるだけじゃつまらないよね。私にこの町を案内させてください。元から私が持っていた情報に加えて宿屋の皆さんからいろんな話を聞いてますからね。こう見えてこの町のことなら結構物知りなんですよ。知ってましたか？ここの泉に湧くお水、なんと飲むだけでヒットポイントが1回復しちゃうんです。
回分ぐらいですね。そうなると回復に利用するにはちょっと厳しそうね。残念です。あ、でも飲むだけでも美味しいんですよ。それはちょっと気になるわね。どれどれ。あ、ほんとね、冷たくて美味しい。何かで組んで料理に使うってのもありかも。ゆいちゃん、教えてくれてありがとう。私もママに喜んでもらえて嬉しいです。じゃあ、いつみはこのぐらいにして次の場所に案内しますね。パパ、ママ見てきてください。パパにママ、そう呼ばせてるだけだろうけど、変わった連中だな。私が自信を持っておすすめするのは、じゃーん、このお店です。お店？レンガぐらいしか置いてないみたいだけど。日干しレンガ屋さんです。実はこの町の中に家を持ちたい場合は、ここでレンガを買って自分で一から作り上げることもできるんです。家を直接買う以外の裏技みたいな感じですね。共同作業なんて。冗談はさておき、22層の家にも戻れないし、こっちに別の家を持つっていうのは悪くないかも。3人水いらずで過ごせる場所はやっぱり欲しいよね。はい、その時はまたこのお店に来てください。このぐらいで一
旦広場に戻りましょう。パパ、ママ、こっちです。家族って、え、あの子、本当にあの二人の子供ってことなのか？教えてくれてありがとう。見慣れた街でもいろんな発見があるものなのね。面白かった。パパとママに喜んでもらえて私も嬉しいです。なあ、ちょっと聞きたいんだが、いいか？その、さっきからその子、あんたたちのことをパパとかママとか呼んでるけど、あんたたちの子供なのか？マジか！おい、俺にも教えてくれ。子供、どうやったら作れるんだ。え、ちょっと、そんなことこんな人前で聞くことじゃないでしょ。子供作れるって本当なのか？結局はバーチャルデータなんだから不可能じゃないよな。あの子かわいい。私もあんなかわいい女の子なら欲しいかも。でもこのゲームが始まって2年しか経っていないのに、あの子大きすぎないか？バカ、そこはデータなんだからすぐ成長するに決まってるだろう。パパ、ママ、なんだか怖いです。どうする、キリト君、強引に突破しちゃう？つまり、子供は子供でも養子ってことか。なんだよ、ぬか喜びさせやがって。いや、本当に子供が作れたとしても、お前の場合はまず相手を探すのが先だろうが。
養子だとしてもその子のこと大事にしてやれよ。ちゃんと一緒にいられるようにするから。私こそごめんなさい。これからどんどん攻略が大変になって、パパもママも忙しくなるのに。
もう、子供がそんな気を使わなくていいの。私たちはママとパパなんだから、私たちだって子供のゆいちゃんと一緒にいたいってだけ。わかった？はい。それじゃあ話を戻すんですけど、さっきママが言った現実世界で子供を作るための共同作業って具体的には何なんですか？まだ続いてたの？はい。どうやって子供が作られるのか知りたいものですから。それでキスをするとどうやって子供は現れるんでしょう？